Iza!待ってください。知る。うん。ああ。
見たんだ。ジュラトドスじゃない。あいつがボルボロスを。 ターゲットを緊急設定。ジュラトドスを狩猟してください。
一度揃っているな。これより作戦会議を開始する。皆のおかげで各地で発見された痕跡の調査が順調に進んでいる。学者たちがゾラ・マグダラオスの進行ルートについて詳しい調査を進めた結果、奴は大峡谷を目指していることが判明した。大峡谷。 オオアリ塚の荒れ地の向こうに横たわるあの巨大な谷ですね。ここで一つ提案がある。大峡谷でゾラ・マグダラオスの捕獲を決行したい。え？捕獲ですか。幸いなことに大峡谷は奴を捕獲するに最適の地形だ。こんな機会はもう二度とないだ。 今を逃せば次は10年後。いや、次がある確証はないんや。勝算は？なければ動けない心臓でもあるまい。答えは一つ。今なら生き残りだ、モールシーな。決まりだな。だったらその前に拠点の安全を確実なものにしたい。 最近アンジャナフがこの近くをうろつくようになった。これを放置したままじゃ捕獲作戦には望めない。よし、ならばハンターたちの次の緊急任務はアンジャナフの狩猟とする。アンジャナフは強大な相手だ。十分に準備をしてから挑め。総司令、それなんだけど僕にいい案があるんだ。 君、この後僕のところに来てくれないかな。あとは気になる報告が上がっていたな。調べに行ってくれるか。承知。これよりゾラ・マグダラオスの捕獲を目標とする。おのおの準備を開始しろ。以上、解散。 植生研究所の所長さんから話を聞きませんか？